ンそこそこ嫌なことがあった時はハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンちょっと幸せになれる呪文だよ、hey! 振られた時は飲みに行こう残業した時は風呂入ろう受験に落ちたら海行こう小指ぶつけたらハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンなんだか元気になれる呪文だよ、hey! とある国の王が不機嫌で深谷王女様困っていたそこに現れた美青年が繰り出した呪文とは関係ないけどハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンバカバカしいだろうハンバーゲチョパン、hey! こんがらがったじゃんけんノンノンヘンダランドジェンダローンNo, no, ふんだらぶったぶんたん No, no, じゃあなんだよハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンなんもおもろくない呪文だよ、hey! それは俺が高校時代いじられキャラでムードメーカー1年、2年と順調だったが3年からは受験勉強周りの友達は私立大学俺が目指すは国立だから俺だけ受験勉強はみんなよりも期間長い周りみんな私立が決まる一応俺も滑り止め受かるんだけど本命国立大学まだまだ勉強続いてる旅行やパーティーお泊まり会ボーリングやショッピングみんなに誘われるけれど俺は断るだから次第に離れていて俺はいつの間にか孤独に親からの期待もプレッシャーでついに一人で泣き出した泣き出した泣き出した一生懸命勉強したけど結局国立落ちちゃった今まで一体何してたんだ尻下がりだった高校時代とぼとぼ歩いた河川敷背後から聞こえる俺の名前ゆっくり後ろを振り返ると私立受かった俺のダチが俺にハンバーゲチョパンハンバーゲチョパンこんなんでいいんだよハンバーゲチョパン、hey!